ロイド、隊長辞任とはどういうことだ。トウヤ、情報が早いな。だが言った通りだ。俺は隊長を降りる、安心しろ。ちゃんと俺の後を継がせるお嬢ちゃんは俺が責任持って教育してやる。いや、ロイド、お前は俺たちと並ぶ実力者だ。知識だって俺たちの中でも優秀で、オーラ、近接においても一流の。もう古いぜ、トウヤ、いつの話をしている。いつも言ってるだろう、情報は常に最新を持っておけと。そんな古い情報をまだ最新と思っていたら足元救われるぞ。何があったんだ。キュラトスと対峙した。キュラトス。悪神教、王、の称号を持つ第45司教、キュラトス、シーバハイネ。俺がずっと追っていた仕事の黒幕だったんだが、そいつから受けた後遺症でな。王クラスだと、それは隊でも禁止されてるだろ。そんなことも言ってられないだろ、それに有力な情報を手に入れたしな。王クラス、キュラトスの悪試験、すごいもんだ、5個も持っていやがった。毒支配、災害支配、物質支配、才能剥奪、魔術師殺し。化け物か。三つの支配は俺の能力で貫通してやったんだが、才能剥奪はちょっときつかった。トウヤ、俺の手を思いっきり握れ、俺も全力で握ってやるから。あ。力を入れろ、ロイド。全力さ、これ以上ないくらいにな。わかったか、俺は身体的才能を剥奪、されている、だから本来は歩くことも不可能だ。日常生活や少々の戦闘ならオーラでどうにでもなるが。もう俺は鍛えてももう力は上がらない、むしろ下がる一方、そんな奴が隊長で前線に立つわけにはいかねえんだよ。だがこれからどうするんだ。裏方として教育者に回ってやる、バハートや隊員たちに俺の技術と知識を与えてやる。安心しろ、俺は絶対に腐らないからよ。やられっぱなしは嫌いなんでね。気づいたか、さっきからオーラ壁を狂わせてきてたからいつかバレると思っていたか。だがそれだけのこと、別にオーラで全部賄える、大した問題じゃない。力を全部オーラでごまかしてたのなら、オーラという衣を剥げば一気に優勢になる。なるほど、これがメルが言ってた、能力の相性が悪かろうがオーラ技術でどうにでもなる、ってやつか。私たちはどうしても筋力には限界がある。だから不足している分は全部オーラで賄う。だから男性のパワーに劣ることがない。そんな感じでロイドさんもオーラで自身の弱点をカバーしてたんだ。そこさえカバーすればそれ以外は完璧だからね。だからこそ、この勝負、私がただ品格解放で力を上げればいいって話じゃない。ロイドさんを出し抜かないと、じゃないと勝つのは不可能かな。なんで次元支配使わないのかしら。それさえ使えば楽勝で勝てるでしょうに。私がそれを禁止したからです。なんで、オーブ入手が目的なら次元を使えば。カナの次元はこのステージの恩恵を壊すからです。次元を使えばその空間を強制的にねじ曲げる。そこから歪みが生まれてこの空間の恩恵を全て壊す。つまり一度使った後で相手を殺せばそのまま死ぬ。それはまずいですからね。恩恵とかカゴってそんな簡単に壊れたっけ。それほど次元を支配するというのは強力なんですよ。何せ以前のご主人が愛用していた能力です。これ一つでご主人以下の神々を寄せ付けなかった。もし、カナが次元を以前のご主人並みに扱えれば能力威力だけなら石化ちゃんの原子を凌駕しますよ。まあ、カナの次元は主要でも異変解決でもかなりお世話になってるからね。驚きもしないわ。逆作戦がダメなら次元で3次元から2次元への強制空間プレスをお見舞いしてやる。さあ、来いよ、お前がどこまでクールに俺に挑んでくるか。元素改変。能力は貫通されてるな、面倒な相手だ。次は下、セオリー上位。攻撃じゃない。守りに徹した、だが観察を怠ったな。ダメだ。これは、意識か。へえ、俺の一撃をもろに食らってまだ意識あるのか。そ、き。薬不足だな、これなら俺が行った方が。神、格。だが、あの白具でお嬢ちゃんが使っていた神格解放という技。認識を間違えていたのは認めるよ。格上相手に戦うんだからこっちだって全力でいかないと勝てるはずないじゃん。神格解放。この子も言うか、なら特殊な戦闘を仕掛けてくるな。そもそも一度つけられたくないで何諦めてるんだって話だよ。私は自然系最強の竜、なら元素なんてわからなくなるまで打ち込み続けてやる。自然支配、ナチュラル、オール、レイ。制限路。クールじゃねえな、精神的に追い詰められるほど、大きい技で量で圧倒しようとする。答えは別に草がなくていいさ。なんで？わからないか、能力だってオーラで防げる、オーラで防げばいいだけの話だろ。あとは、いは、乱れ打ちは弾数は多いが威力が低い、格上相手に使う戦法じゃないんだよ。もう次元を使う、もうそれでしか相手を倒せない。
カナの負けだな。カナが悪いわけではない。ただ能力に頼りすぎた。だから逆転の一手がつかめない。能力が優秀でもそれを防ぐオーラがあればどうにでもなる。まだカナ含めセッカとハクはその域に達していない。主様は最近それを知った程度、能力のポテンシャルが強すぎるとこうなるんだ。時間がまだまだ足りないな。まだ諦めてない目だな。まだ策があるのか。ある。いや、なら残念だ。もう使うことはない。次元支配使うことはないって言っただろ。遅いんだよ。あ、試合終了。相手の技を一撃目で全て見抜き、レイアップで勝利を掴んだのは、ふわ、起きたか、かな。とと、あ、そっか、負けたんだった。私、いやー、ロイドさん本当に強かったよな。さすがは父さんたちと同等と言われるだけのことはあるよ。そうだね、互いに全力を出し合う前に決着しちゃうっていう不完全燃焼だったし。そうだね、ああ、そうだ、ロイドさん伝言だけ残していったよ。伝言、戦闘後のアドバイスとかかな。二回戦、バハートを頼むって。何言ってるの、私が負けたのに。ロイドさん、棄権したんだよ。はぁ、一回戦第6試合、勝者。司会者、俺は棄権する。ゴール前だったな。早く続けろ。勝者はカナダ。ロイド選手棄権により、勝者、カナ選手。なんで棄権しちゃったの。お前にはまだわからないか、てる。あの人棄権するほど弱ってないよね。むしろまだピンピンしてるけど。違う、自分の勝利ではなく教え子の成長を選んだんだ。おそらくだが、カナとあのバハートをぶつけることでバハートの成長を優先した、とかな。指導者目線、選手としてじゃないってことですか。お前が専属医師だったな。早く治療してやれ。カナちゃん、大丈夫。すぐに手当てするから。どういうつもりですか。師匠、なんで、私、楽しみにしてたのに。バハートさん、今の行為が弟子への裏切りだって理解してますか。若いな、東野のせがれ、俺の目的は勝つことじゃないって言っただろう。ならあなたはどうして大会に。確かお前は大会前に悪神教と交え、平和を勝ち取ったと聞いたな。なら言っておこう、俺の目的は戦力の確保だ。分かっていると思うが、1年前から神機連とその関連組織が動き始めた。それで世界は過去一被害を受けた。知っています、俺も神機連や悪神教と戦いましたから。だがここまでの騒動が起きているのに、まだ組織の重鎮は何も動いていないんだ。動いているのは神機連の下っ端、神機連の配下組織、その中でも最大勢力を誇る悪神教ですら、王、クラス以上の重鎮すら動いていない。それでこの有様だ、今のままでは世界は間違いなく支配されるだろうな。だからロイドさんは動いてるってことですか。ああ、予選から実力者とコンタクトを持ち、防衛軍以外の勢力も集め、鍛え、その時までにこちらもそれ相応の戦力を集めておきたいからな。その中でもバハートは前線に立つ優秀な存在。俺は目先の結果より、この先迫り来る脅威に立ち向かいたい。それだけさ。でもそれならなんでロイドさんがバハートさんの相手をしてあげないんですか。そこで言われたんだ。俺はこの大会だからこそ得られる成長と結果があると思っている。最大の結果、それは戦いの中で起こる実戦経験とその極度の緊張状態から生まれる成長だ。そこで俺はお前のところのカナとバハートを戦わせることを選んだんだ。お前たちは若い、まだ実戦という場では経験が浅すぎる。互いの命を懸けるとは何か、その戦いとは何か、それをもっと若い奴らに知ってほしい。ロイドさん、お前たちはまだ成長段階だ。俺は教育者としてお前たちの成長を優先するだけだ。伝えておいてくれ。今度は最初から全力で挑め。ってな、出し惜しみして負けたら、悔いと未練しか残らないからな。託されたってわけなんだね、私。そうだな、だからもうお祭り感覚ではいられないよ、かな。ロイドさんは先をずっと見据えている。俺たちはそれに応え、協力しないといけないんだから。そうだね、ちょっと休むよ。俺の試合が始まるまでいるからさ、ゆっくり考えよう、かな。うん、一人はちょっと寂しいからそうしてくれた方が嬉しいかな。俺も再認識した。もっと先を見て考えないとな。さて、選手名変更に、身勝手な危険、これは来年はできんかな。まあそもそも大会に興味はなかったが。若い奴らがどこまで成長するか、見させてもらうぜ、クールにな。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか。くれましたか。気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。
次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。